遠方に住む友人から、お中元が届いたんで、ご紹介しようかなと思いますが 紹介するようなもんなんかちょっとよくわかんないけど、まあ、一応なんか、結構前にもらった時にも紹介して、受けるわ、みたいな言おうたから、まあ、紹介すると受けてくれるならじゃあ 紹介しとこうかなと思って。そう。で、手紙も入っておりまして、じゃ、この何が入ってるかっていうのを書いてくれとる。令和5年お中元目録。成城石井で買ったものいろいろ、枯林など、福山の角屋のふりかけ、人形町今半のふりかけ、いかめし。この上の方の、このやつとかやな。このふりかけのやつとか。あと、成城石井のものたち、など。コーヒーお菓子など、いかめしもそうか。で、あとゼリー、モロゾフと風月堂のにしてみた。そう、なんかね、ゼリー食いたいと俺が言おったんよ。そう。で、入れてくれた。で、あと小田原の米、志村さんのね、佃煮送るから米ないとやばいと思って。志村さんっていうその小田原の、このやつやな。このやつ。小田原の、お米屋さんだな。以前にももらったことがある。美味しいお米。あと、佃煮。これまだこのやつ。これ佃煮。まだこれ届いたその日に撮ったやつだから、まだ開けてないやつやな。写真がな。田中屋の、店の案内が値段バレる形式にリニューアルされていて焦った&笑った。その辺もなんかこうフランクに話せる感じなんですね。で、小田原のお茶。このやつだね。なんて読むんだろう。助春園かな。助水館の助に、春に、の緑茶にしてみた。助春園って書いてあるね。助春園。素朴な二人がお茶の葉を持っとるわ。蘭関橋陳立だってね、のお菓子、ブラウニーなど、この辺、ブラウニーパウンド、ニコラさんの、ボールペンが出なくなってシャーペンに切り替えた。この手紙の途中で、ボールペンで書いとったけど、なんか途中からこう、文字がこう、調子悪くなって、薄れてきょんのよ。それもわかる。出なくなったらしい、ついに。で、シャーペンに切り替えたって説明がある。で、あと、方名詞なめ。袋は、これ買った店でもらったよ。あれか。この入れ物、この袋かな。で、方名詞のあめ。方名詞は、福山の鞆の浦のね、このやつ。そう。友へのオマージュとして入れておきます。今回の品々も楽しんでいただけたら幸いですということでいただきました。で、とりあえずじゃっけ、まあ、極力入るように撮ったのがこれだね。そう。風月堂銀座、東京風月堂銀座って書いてあるな。トマトカレーも実はもう食べたんだけど、また改めて、ある程度食べたらまた別で動画にしようかなと思ってる。ただ今ちょっと余裕がなくなってきてるから、写真は撮っとるんだけど、動画にできるかどうかちょっとしたいなと思ってるくらい。で、ふりかけも、牛肉そぼろのやつまでね。これ、あれだね。ゼリーね。このロータスのうまいよね。これも食べたけど。で、モロゾフ。このコーヒーも今飲みながらだわ。で、チンリーウのやつは開けた。で、これが、梅干し味みたいな、やつ。梅ブラウニー。あと、レモンパウンド。梅干し屋パウンドって書いてあるね。
こんな感じで。これか。左下のやつが、これ、ん？これか。で、右下のやつが、これかな。で、梅ブラウニーが、このやつか。これでも、ブラウニーに梅干しを入れたような味がしたよ。そう、珍しい、あれだった。で、それを言ったら、チンリウっていうとこ自体が梅干しを扱ってるから、まあ、本場のやつよな。本場のやつをブラウニーに入れとる。美味しかったよ。ココアパウダー。てか、癖になる系よね。あれもそうじゃん。このロータス。これシナモン入ってるじゃん。で、最初シナモンってさ、苦手じゃなかった？俺シナモン入ってるもの、全般的に苦手だったんだけど、今めちゃめちゃ美味しいもんね。なんかそういう感じ。最初、お、これ、おってなって、あ、これ癖になるやつかもしんないみたいな。そっち系ね。まずは食べてみてっていう。とりあえず食べてみてってやつやな。そう。割るとこんな感じ。あと、ハーシーが入ってましたね。ハーシー。外国のチョコレートやな。で、これ、そうそう、受け取るときに、あれだよね、インターホン壊れてたんよ。インターホン壊れることなんかそうそうないじゃん。ただ、同じところにずーっと住んでるからさ、んで、そんなことあるかなと思って調べたら、インターホンの耐用年数が10年から15年、あ、耐用年数っていうか、そう、電池。中に電池が入ってるみたいなんで、みたいなんで、そう。じゃけん、まあ、だったら、おかしいことはないんか、と思って、そう。あんまりインターホン、鳴らなくなることってないよね。そう。あんでじゃけ、時間指定してたんだけど、トラックの音聞こえたんよ。んで、トラックの音聞こえたから、もう玄関前に、行ってたんよ。すぐ出れるようにって思って。もう待ってたから。んで、開けよう、あ、インターホン鳴ったら開けようって思ってたら、なんかなんていうの？なんていうの？なんかこう、手に持てる機械みたいなやつあるじゃん。なんか入力できる。あれをピッピする音が聞こえて、あ、なんでインターホン鳴らさんずにピッピしょるんじゃろうなって迷っとんかな、この人って思って開けようと思ったんだけど、でもなんか楽しみに待ちすぎて玄関前で待ってるって子供みたいじゃん、なんか。ちょっと恥ずかしくなって、やっぱインターホン鳴ったら出ようって思ってたら、トラックがブーンって行ってしまって、んで、あ、行ってしまう前か、メールが届いた時、そのヤマトだったから。で、不在の、通知来て、はってなって、あ、これ、運転手のやつ、場所わからんかったから、不在だったっていうことにして、帰りやがったなと思ったんよ。で、でもそんなことするかなと、でも目の前におったから、で、あ、玄関のね、ほぼわかってたのになとかと思って、で、何だったかな？あ、あれだ、内側から、あれあるじゃん。インターホンにカメラがついてるの。で、カメラは、インターホン鳴らなくても、ポチッと押せば、外の風景見れるようになっとんよ。んで、じゃけ、それを、なんか押してみたら、つかんくて、あれこれもしかしてって思って、玄関開けて、外側から自分家の、インターホン鳴らボタン押したら、ならんくて、あーってなった。あーってなって、んで、さすがに引き返してきてもらうのちょっと申し訳ないなと思って、
ったから自分でも取りに行こうって思って、んで、後日というともう翌日じゃけど、取りに行くことにして、で、行ってきたん。で、だけ、その間もあるから、ちょっと、本来よりも、一日遅くなっちゃったように受け取んのが。んで、中溶けとったハーシーが。もしかしたら、あの時普通に受け取ることができてれば、ハーシーも溶けずに済んだんかもしれんなと思った。そう。でも美味しくいただいた。言うて美味しくいただいたんだけど。で、ゼリーな。ゼリーも食べましたね。3種類のやつ。これ銀座って書いてあったやつやな。銀座。で、マンゴー、白桃、ラ・フランスか。開けるとこんな感じだった。ちょっと、あれだな。部屋の中暗かったのかな？荒いな。画質が。ものによるな。あと、モロゾフのやつも、こんな感じ。なんか味が被らないように考えて買ってくれたらしい。すごい。ちゃんとしとるよね。そう。別々のお店で買っとるからな。オレンジとグレープ。これも美味しいな、やっぱ。ええー、とこの美味しい。モロゾフ。モロゾフって全国にあるんだね。てか、神戸なんだ。モロゾフって、天満屋の中にあるっけ？なんかこっちにもあるよな。そう。割と全国展開なのかな。美味しいよね。美味しくいただいたよ。あと、ロータスね。これ、ロータス食べたのもこの遠方のこの友人が以前送ってくれたやつに入れてくれてて、んで、それで、最初ちょっと抵抗あったんだけど、食べてみたら、美味しくなって、今ではめちゃめちゃ美味しいなと思ってる。すぐもう全部一気に食べるくらいの 勢い。ベルギーなんだね。あれもそうよ。クリスマスくらいのさ、に出るなんていうの？粉まみれのパンみたいな、白い、粉糖まみれのパンみたいなやつあるじゃん。あれ、なんていうやつだったっけ？ちょっと名称出てこんけど。薄く切って、で、クリスマスまで一日ずつ、ちょっとずつ食べていくみたいな、そういう海外の、風習がある、あのやつ。あれも、なんか見た目めちゃめちゃ甘そうでさ、そんなに美味しそうな見た目じゃないくない？食ったらめちゃくちゃ美味しいよ、あれ。マジでびっくりしたんだけど、あ、こんなに美味しいんで、硬そうな印象があったけど、そんなこともなく、あれもうまいんだよな。あれも一気に食えるレベルなんよ。なんか、本来ちょっとずつ食べる用のものなのに。で、ロータスね。ロータスもいただきました。ここまでか。そう。とりあえず、お菓子系から、いただいていっておりますね。っていうのも、俺、結構、うどんが主食の時と、米が主食の時で結構分かれてて、で、うどんが主食の時ってもうずっと、なんていうの、ご飯の部分をうどんに置き換えて、暮らしとるんよ。ね、そう、四国の人みたいな、食生活。うどん主食ですみたいな。時があるから、で、今そのパターンじゃって、んで、ある程度まとめて買っといて、で、食べるみたいな感じじゃって、で、これ届いた時、そのうどん主食習慣だったから、ストックがなくなるまで、うどんを食べ続けて、で、今、あれだね、米に切り替えた。俺のうどんと米事情なんか知らんわな。うどん、米のストックないかもしれないから、つって、これ買って、入れてくれとるけどね。そう。その辺が、まあ、さすがやな。配慮が。なかった場合、最悪これでいけるみたいな。そう。なんか福山関係のものを入れるっていうのも、なんかこの、オマージュとしてみたいな。
風にちょいちょいやってくれよるな。いや、ありがたいよね。で、このコーヒーも飲んだけど、これもまた写真撮っとるから別でカレーとかと一緒に紹介しようかなと思ってるけど、美味しい。 1,2,3,4,5 種類かな、バラエティパックみたいになってて、これの京都のやつを今日飲んだけど、京都のって京都なんとかなんとかって書いてあるやつ、そう、美味しかった。結構何パック自体が小さいからさ、お湯入れすぎると なんだろう薄くなりすぎるかなとかと思ったけど、全然そんなことなくって、まあその時喋りゃいいか今喋らんでもな。そう、いや、まあありがたいっすよね。で、じゃあ結構お中元お歳暮送ってくれるね。そう、ありがたいね。で、なんかでもまあこうやって物が来たからこうやって紹介してるけど、別の方からは、まあ誰とは言わないけど、あれ、何、活動を応援してくれてる方からも、いろいろ助けてもらってる部分はあるからさ、なんかこうやって紹介しやすいものだけでもないんだけどね。そう。でもまあせっかくもらって紹介できるようなものであれば紹介しようかな。まあ自分自身のさ、余裕があるかどうかもあるんだけど、その動画作らないとき全く作らないじゃん。で、それもそうだし、もう生活でいっぱいいっぱいみたいな時とかだったら、これやりおる場合じゃなくなったりすることもあるからさ。そう。まあでも極力ね、そんなやっていけたらいいかな、みたいな。せっかく送ってくれとるから。と思う次第です。うん。まあまた何かあれば、紹介していこうかなと思います。佃煮とかがね、ほんとまた美味しいから、また写真撮って、このやつとかね。まあ少なくとも写真は撮る、そしてツイッターなりなんなりにアップするとは思う。動画までできるかどうかは保証できないけど、そうとは思っております。はい、なのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。関係ないけどね一応言うとこうかなみたいな。そう、まあいろんな動画をもうね、ゲーム実況チャンネル的にはメインだけど、そのゲーム実況だけを やろうとは思ってないから、もう自分がやりたいことはやりたいようにやる場所ではあるからさ、何の脈絡もなく全然関係ないものをアップしてもいい場所だと思ってるんで、うん、でそれでチャンネル登録解除するやつならもう遅から早から関われないだろうしね。そうと思っております。これは美味しくいただきました。ありがとう。では、終わります。ありがとう。